次の気づきはこんな感じでございます。あの、アウンの呼吸ってありますよね。アウンの呼吸ね。あ、といえば、まあ言うたらこう、パンパンとこう言わんでも、言わずもがな、みたいなね。で、あと、通過とね、かといえば通過、そんな風な呼吸ありますけどね。でもやっぱ親父っつうのはね、なんですかね、もう特に、なんですかね、もう時々もうなんでそんなまあ外れんのみたいな。 女性から言わしてもね、あれ若い人たちから言わしてもね、あるんでしょうね。で、そういう残念なことになってしまうね、男たちのアホ行動、これをアウンの呼吸ではなく、アハンの呼吸、アウンじゃないですよ、アハンって、アハンって、ここから深みに入っていくんだぞみたいな、いいですか。というね、アハンの呼吸っていう歌があります。 この歌もかなり前に作ったんですけどね、久しぶりに今回、やはり平井製作所さん、ごめんなさいね、平井製作所さんだからこの歌を歌うってわけじゃないですけど、かなりアホな曲なんで、ちょっとお付き合いいただきたいと思います。それでは準備よろしいですか、いきますよ、参ります、アハンの呼吸。 抱きしめて、抱きしめて、絞り出して、絞り出して、果てて果てて果てる男、ハレルヤ。アハン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 。
ではなくってアハッタイケアハッタイケとは正直言って親父上司の勝手なひらめきか部下にアプローチしたアクションに対して見事に半ズレ化された結果期待半ズレの体験をしてしまうそんな切ない社内コミュニケーション体験のことである。いらっしゃい、くん。いらっしゃい、元気だ。元気だね。悩みありそうな部下にメールしたつもりが、アハンの返信。メール上、メール来てんな。先頭を仕立てた先輩の背中向け勉強しようって話でしょ。言葉やの、ね、先生勉強したからあいつ。背中見てもフケしか見えなかったんですけど。全然言うてる意味が分からへんね。そんなん書いてる、まあ、ちゃんと分かりやすくレジュメにして明らかにしてもらえますか。レジュメ、レジュメってなんや。なんか最近流行ってる K-POP の K-POP のなんかグループ名かな、これレジュメっていうかこれよ。パソコン使われへんから俺パワーポイントもできへんし、さっきの歌やないけど、だからレジュメは、レジュメって何やんやはんやはん。メンバーの即興でやらせていただいております。あはんやはん、あはんやはん。おい君たち部下の皆さん、週末どうだ、来ないか。親睦も彼新居に誘ったつもりが母の返事。今週末ですか。おう、どうだ今週末。急に言われてもまずいんですよね。お家よかったんだ。いや、今実は僕たち金曜の夜から白浜に200人か旅行みんな電車来てて。え、白浜行くの。課長には内緒にしてたんですけど。え、ちょっと待って。あ、じゃあこれ俺逆にあれそこで止まんの。そうですよ。え、あ、また今度で行っちゃいます。え、これすごい上司、すごいすごいんだ。さすがですね。お家買ったんですね。ま、壁もいろいろなものが真っ白で、なんか部長よりセンスがいいですねなんて言われたいから全員連れてくるでって奥さんに言った。任しとけ、うちの部下は俺の言いなりやからって言ったけど、俺の知らんとこで白浜行くっていうか高野山の方がええよな。あはん、あはん、なんどっち。Oh.